ち伏せなんて悪い子だね。なぜここに。困った時はお互い様だよ。おのれ。最愛の妻である。秀吉が織田信長のもとで出世していく陰には常にネネの働きがあった。天正10年、秀吉の主信長は明智光秀の謀反に遭い、天下を目前にしながら本能寺に倒れた。その報を受けた秀吉はネネに徳川家康を助けるよう命じた。家康は秀吉と信長の天下を支えた盟友、堺の町を回遊中の家康にも危機が迫っていたのであった。忍びであるネネはいち早く家康のもとに参じた。私頑張っちゃうよ。だってお前様のためだもん。第1話、伊賀越え。明智の本体が迫っておる。早く逃げねばならぬぞ。みんな進む。
かけた運命に抗う覚悟はできた。イエスはこちらです。